ガラパゴスペンギンは、ペンギン木ペンギンかケープペンギン族に分類される、鳥類。ペンギンの中で最も程度の赤道直下に、生息する。エクアドルコ有種。ガラパゴス諸島のフェルナンディナ島、イサベラ島で、主に繁殖する。イサベラ島北部の一部が赤道より北にあるため、生息域はわずかに北半球にはみ出ている。バルトロメ島。 フロレアナ島でも繁殖が認められ、非繁殖期も繁殖地周辺で過ごすが、時にサンチャゴ島のほか、ソンブレロチノ島やラビダ島、サンタクルス島及びバルトラ島やセーモアノルテ島でも観察される。成長要長全長53センチメートル。体重1.7から2.6キログラム。フンボルトペン銀属の4種うち最小種。 種商名の面力アラスは物乞いのようなのイでペンギンの中でも小型であることに由来する。メスよりもオスの方がやや大型になる。全身は短い羽毛で覆われる。頭部や体上面の羽衣は黒色で目から喉にかけて白い筋模様が入る。下面の羽衣は白く胸部には黒い反転と不明瞭な黒い横縞が入る。オスはメスよりも 上面と仮面の体色が明瞭。上くちばお及びくちばしの先端は黒く、下くちばしは黄色味のある単色で、基部の周辺は黒い。死は黒い。交際は褐色である。目の周辺やくちばし基部に羽毛はなく、繁殖期になると黒縁のあるピンク色の皮膚が露出する。腹部の反紋とともに、この露出部の大きさや模様は個体により異なる。 オスは喉の,の白色の部分や、くちばし器部の皮膚の羅出部がメスよりも広い。若鳥の上面は灰色で、頭部や胸部の反紋がない。成長ピルマに採食を行い、水におよそ30秒未満潜って採事し、夜間は陸上に上がって休む。たびたび陸にも戻るが、日中は海上で20から200羽の群れで採事していることが多い。 ただし海水温が高く、小魚が少ない時期には、通常、単独カバンまたは小さな群れで行動し、大きな群れを作ることは、ほとんどない。植生は、動物食で、主にボラやサーディンといった1から15センチメートルの魚類を食べ、また甲殻類も食べると考えられている。陸上に上がると日陰に隠れて、暑さをしのぐ。また、日光を背にして立ち、 脇と市が日陰になるような姿勢で体温を冷まし、さらに高温になると激しくあえいで体温調節をする。寒気は不定期で非繁殖期に行う。上陸に適した海岸に近い砂漠地帯の低地で繁殖する。繁殖個体においては、または水中でも求愛行動が見られ、くちばしならしや頭回しが認められる。また、陸上。 海中ともに交尾する。周年繁殖するが、繁殖期は不定期で、海水温が高く食物が少ない時期は繁殖しない。海面の表層温度が摂氏24度未満であり、平均水温が低い時節に繁殖し、一般には6から9月及び12から3月に繁殖活動が多いが、少数は4から5月の雨期にも繁殖する。つがいで繁殖もしくは小規模な集団営装置を、 形成する。直射日光を避けて、海岸の岩の割れ目、洞窟などに、1回に2個の卵を産む。放卵期間は38から40日で、雌有ともに放卵する。孵化後およそ30日間を宿りにより育成された後、ヒナは孵化してから60から65日で育つ。寿命は11歳以上の記録が認められる。人為的に移入されたノイヌやの猫 ドブネズミやクマネズミによる捕食、船舶事故による油の海洋汚染、漁業による混濁、観光客による格乱などにより生息数は減少している。エルニーニョ現象によっても生息数が変動し、1970から1971年には6000から1万5000羽とも推定されたが、特に1982から1983年、 1997から1998年に生息数が激減した。1999年における生息数は1200羽と推定されている。飼育例としては1963年に浜松市動物園に入来した1羽が国内唯一となっている。この1羽は1965年に上野動物園に移されたため、動園はこれまで 飼育経験のあるペンギンの種類数が国内園館で最多となっている。ありがとうございます。